ノラちゃん。ふふ、豚でも俺には商売ない、だから絶対に儲かるの。客がいなければ客になれ。なんだって、だけど商売ない、それなら常に商売ない。ははは、永久期間的な、中二が考える永久期間的な感じだ。急にだ。保険売ってる。黒木の剣、フレントメール。何でもないけど、身動きも取れない。ネタ回。光の。最後の司会です。村田です。お会いのクラクラです。古着屋。膝に穴が開いてるわよ。不良品なんじゃない？穴一つにこだわるなんて。田舎から出てくるとそんな感じじゃない。あれ？このジーンズ、膝に穴が開いてるんだけどみたいな。あったね。膝に穴が開いてるの。破れてるのがなんか流行った時期があったね。あったあった、そういう時期あった。ちょうどジャストこの時期なんでしょ多分ね。ヴィンテージのでね、膝が擦れてるぐらいがかっこいいみたいな。ポンチョ、そういえば、そういえばだって時期的に、トキメモもそうですけど、時代背景が、そうだね、1997年、5年とか7年とかだから、2000年前だから、2000よりミレニアムの前だから、まさにそういう時代ですよね。あったあった、田舎から出てくると田舎の雑誌が全部出てんだよね。そのなんか、ま、ガングロとかがまだ流行る前かな。ダメージンズ、言い方ない、俺ベオケーションに何来たんだぜ。道の真ん中にある町の真ん中に民の日の中に本部ね。ダメージジーンズとかいろいろ流行りましたね。変なのが流行ったね。ベッカムヘアとか、ちょうどベッあれ、お、すごい隠してない。カーブの方や。口いけないし。さあ行きましょうか。ここか。あれ？ニューパームの街。さあ。ベッカムヘアね、超流行ったからね。めっちゃ流行りましたからね。
さあ何が出るかな。おお、やっぱり植物系モンスター。おお、いいね。カルドの弓めっちゃ上がるじゃん。行動銃、行動銃はちょっとな。大なた、斧でいきますか。いろいろ入ってた時点があります。提督の剣、いやだ、下塗りするつもりはなかったのに。まあいいや、でしばらく斧で。よし、行こうぞ。いや、知らない。え、マナイクの使い方、ここで教えてくれんの。いいかし、ヨウキくん。それ、新しいマナイクの同じなので。おー。魔法を買うことができない、マナイクっていう。新しい属性の魔法を手に入れよう。おー。炎、風、水、土の4で、使った時の効果は全く違うものを知っておけ。付け替えることができないから。力に余裕のあるものが炎の属性を覚えるというだろう。じゃあジャスティンは炎なんだね。だけど力に余裕って言っても素早さだよね、どちらかというとね。おお、お、合成属性とかいろいろあるんだ。ケロマ、ディガン、素早さプラス1。そう、あ、確かにね。炎いきますか。稲妻、マネーグ1個しかないからね。よーし、もう1個欲しいね。ケルマ、ケルマ回復魔法を覚えさせたい。そうか、アベンチャーズハットホテル。ラクダ、そのお姉ちゃんがいるぞ。もうしませんです、これからは気をつけます。今日掃除した時お客様にバケツの水をかけちゃったんです。その罰だって立たされてるんです。なんです、旦那様学校の先生だったんです。それだからよく失敗する人をよく立たされるんです。知らないことを調べていくのはとっても楽しいことなんですよ。だから勉強っていう言い方よりも、何なんですかね、勉強って言い方が良くないんだと思う。イメージが良くないですよね。冒険って言えばいいんですよ。みんな冒険しよう。知識の冒険だ。そう。知識の冒険だよ。お、なんかすごい面白いのがいる。ここかな。知識の冒険、そうだ、チビちゃんにそれ使おう。毒蛇、
丁ぐらいの大きさ。ようこそいらっしゃいませ。お客様の満足のいく冒険をたくさん。冒険をしてる言ってる意味がいまいち。まあいいや、アレント。エンジェル文明さ。エンジェル文明アレント。あの、そういったツアー用意されていませんね。ツアー。これじゃなくて、ドム遺跡。ドムさん。ドミ先生、危険、こちらだと取り扱っておりません。危険なきゃ、それじゃ冒険にならないか。冒険者になりたいか。なんだ、早く行ってよって。奥の部屋な。身体力4連射の違う。自分で行くしかない。よう坊主。交際金2個さ、伝説の人さ、ついでに遺跡巡りつや。おやつ好き。俺が一旦冒険、フィーナもかすんじまいの大活躍をする。いやいや、俺のそれフィーナは一発で俺に入り込んじまう。もっと照れる。パコンに狙われちゃう。もしかして暗殺者が。パコンって誰？当たっちまいになるとどうすればいいんだ。だから僕これでも、俺ってもなんて言うんだろう。合言葉？パコンさんも一緒やん。ガウス様へ。なんだ？フィーナのポスターが貼ってあるんだけど、フィーナだらけ。会長のパコン様だ。よ僕に何の用だ。会長、嘘だ。ガウスお父様はとっくの先に死んじゃったんだ。冒険者みたいな冒険者パスを譲ってもらえないとダメ。よし、マウスさんと知り合いだったって。で、わかりやすい、なんか嫌なキャラが出てきましたね。神木。そんなゴミくんで捨てちゃえば？新しくした僕たちがかっちょいだろ。フィーナの絵が表紙になってその絵がフィーナピンクル。出来の悪いプロマイド。僕たちの冒険者ね。この僕の婚約者。もうすぐ結婚する。なんとお前みたいなやつを。なんて言ってんのこと。もうお前なんか絶対教会冒険協会に入れていないないよ。入れていないよ。子供か。だいたいお前僕の忍びの癖して生意気だよ。よんなんだよ。いや、初めてこの部屋に入るとき確かに言ったよ。私はパコン様のしもべだよ。なんだこれ。さっそく帰れ。冒険は一人でもできるや。知らなかったぜ。男と女のことは難しいから。
フィーナって趣味悪いわ。フィーナにきっと地図ぐらい貸してくれるわ。フィーナはニューパームレってメルロサンドってとこを越える。そこら中にフィー、そう、そこら中にフィーナの、よく見ればフィーナの絵が飾ってある、そこら中に。気づかなかった。ドットで気づかない、これもそうだ。お、カラテカ的な。パンの耳。いいね、父ちゃんのために。パゴンのやつ、一発殴ってやる。強い用心棒がついてる。だってダメだ、あの性格は。攻撃会長なんかやってんの。まあ金持ちで気前がいいからだ。ちょっとおだてれば小遣いをくれる。みんなあいつの世話になってるから。ああそうなの。けど中にはあいつを本気で尊敬してるの。わかんねえな。お酒なんだ、もったいない、手に入らないぜ。幻の霧ってさっきニューパームハルムって霧の樹海ってのを自分の水に使ってる。霧の樹海ってのは今まで生きて帰ってもそれじゃん。生きて帰ってきたらどうやって水を持ってきたのか。フィーナが、あ、スーが割と真意すごく頭の回転が早いね。とにかくぼったくりですね。パコンズバーおばさーん、おばさーん、おばさーん、おばさーん。ほんの、ほんと。綺麗なお姉さん。んー、スマイル、一つ。ちょうどね、これね、マクドナルドがスマイルを出した頃かもしれないですね。はい、それ、じゃあ、持ち帰りにしようかな。ダメ、私のダメな小ネタを挟んでくるね。これじゃ一緒に死にたいで、もっともこの話あるように世界の果てがどうか私を置いていかないで、愛しいなときはこの世に何人どうか私も連れてくる。ああパコン様、演技してんのか。ヨヨン止めてくるな。フィーナちゃん、フィーナちゃん、おお、演技演技、フィーナ。都会の女優さん、いけない。さあフィーナの家に行こう。こんなパコンズランド思ってたの全然違ったんだ。あーパコン、それは隠れてももみはない。あんなおかしな格好したヨヨン言葉を話すやつ会長だなんて信じられないでしょ。こっちは僕ちゃん、いい意味では疲れてないんですよ、冒険者。ただの観光ツアーじゃないか。そうだ、俺は大冒険家になる。なんだっけ、最初のワンピースの最初のグリーンアイランドでしたっけ、違う、ブルーシー、ブルーダイヤモンド、あの大陸の名前が思い出せない。もう4大陸思い出せって言っても無理だね。あまりにも進みすぎて。グリーンアイランドは違うしな。違う、射撃レベルアップ、毒液飛ばし。あーピヨピヨしてる。これね、使っていかないとね、経験値たまんないんでね、ガンガン使いましょう。俺の力を見せてやる。キャンセル。
ピューピューしてる。グランドラインだ、そうだ、グランドラインだ。思い出せねえよ、もう。だって今全然違うとこ行ってんじゃん。先に進みすぎ、あー、毒。毒っすか。そうだ、イーストブルー。レッドライン、イーストブルー、グランドライン。でも覚えてない、覚えてない。だって今、なんか全然違うことやってるもんね。燃え尽きろ。3人当たるでしょ。当たるかな、当たんなかったー。残念。日給。あー、ベトベトされちゃう。移動レベル5、移動が落ちた。そんな大丈夫。 V 字のレベル上げる。使っていかないとレベルが上がんないって言って、いや、もうなんかね、伏線張りすぎてわけわからなくなってるんですね、あまりですよね。もう収集つかなくなったケース、ナルトみたいになんか、あれですよ、もう、見せしめにしてもいいんじゃないかって感じです。よっしゃ、勝った。オッケーオッケー。そう。なんかもう、キャラクターがそもそも多すぎてみたいなね。あれ、この話なんだっけみたいな感じになるんですよね。結構ナルトもそんな感じに最後になってましたけど、誰だっけってなるんですよね。週刊誌だと1週間に1回いっぺんでしょ。あれが週刊誌じゃなければ別についていけるんですけど、単行本だとね、1週間に1回だとね、本当に分かんなくなるんだよね。毒液はやめろ、キャンセルだ。キャンセル超ダメージ。スーちゃん軽く高くなったね。そうだね、エースが死んでたから、こっから黒金だっけ。それも覚えてない。黒ひげか。毒つけそう。これこっちでいいのか。先に潰しておけ。うおー、クエクエと。なんかワン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 動いてる。燃え尽きろ。お二人に当たったね。ワン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 動いてる。火力高え。す、何気にすぐが軽く、あー、やばい、痛い。何気にすぐが軽くリーダーになってる。あ、そうじゃなかった。レベルアップしました、何かが。ゆい、バチコイ。
バチコイ、おバチコイ、ピッチャービビってるよ、ピッチャービビってる、バッタービビってるよね、結構軽く痛い。アイテムがどんどん減っていくんだけど、これ一応ちょび、ヘイヘイ、バッタービビってるよあれさ、今だから言いますけど、あれ良くないよね、あのやり方。あれはね、野球、地元野球でね、あの教え方良くないと思うんですよね。少年野球であれは、あかんですよ。相手に敬意がなくなるからね。結構やってる人多いですからね。まだチームでも見ても、やっぱ自分もやってましたし、あれは今考えると絶対ダメです。そうそう。あれはね、良くない。ドワンゴ、あ、一人にしか当たんない。勝て、防御してやがる。そういう時はクリティカルだ。キャンセルしたぜ。そう、本当にそうなんですよ。あれはね、あれは本当に良くないです、あのヤジ飛ばしは。全然ダメ。だって、敬意がないじゃないですか、戦いは。殺し合いじゃないんだから、そこはね、相手への敬意をね、教えなきゃいけない。だから、野球はね、まあ、なんなんですかね。まあ、流行ってないわけではないですけど、あれは良くないですね。だって相撲はあれですかね、喜んじゃダメですからね、勝った方がね、喜んだらそれ反則負けみたいになっちゃうからね。相手への敬意がないっていうんで、そういうとこしっかりしてますよね。バーンのレベルをガンガン上げていく。サッカーは、まあ、マリーシアといって、裏でいろいろやりますけれども、それでも、一応、非紳士的行為って言って、あまりね、そういうことやると、もうイエローカードですからね。だって、あれもそうですし、テニスとかでも、大体、イギリス発祥の、やつは、紳士のやつはそうですよ。柔道とかもそうですね。そうでした。礼に始まり、礼に終わるですよ。そう、相撲でガッツポーズをしたのが、あれ、高遠力じゃなくて、誰だっけ、長州力じゃなくて、長州力じゃねえ、力道山、いや、違う。白鵬じゃなくて、その前、朝青龍か。朝青龍がそれで、あれが結構やんちゃしてましたね、朝青龍。まあ、ただね、まあ、いろいろあるんですけど、私はそういう考え方。ね。だから、野球のあの、少年、私は野球嫌いになったのは、そういうのもありますからね。やってたから嫌いになった野球は。燃え尽きろ。お、手に当たった。お、かわされた。
オーケーオーケー。だからね、あのね、もう今やったらね、完全にね、チームプレイ無視しますよ。私、チームプレイ無視しますからね、もう今は。あー、カウンター食らっちゃったー、スーちゃん。待てねえんだよみたいな。待てねえんだよっていう。そもそも、あのね、あれなんですよ。お、来た来た来たー。抜けた抜けた。さあ、そんなこと言ってる間に着きましたよ。フィーナズランド。暖炉がある。すごいね。ヒーついてるからその辺にいるはずなんだけど。すぐ勝手に触っちゃダメだって。パンツじゃんか。フィーナのパーツ。あら、ジャスティスはそれぐらい。最悪だ。こんなに散らかしてない。赤目超真っ赤になってる。かわいい。シフィーヌ。かわ。すが天然。フィーナがこんなに料理得意だったのさ。一人暮らししてんだろ。ジャスティンが一緒にいてくれたら寂しくないんだけどな。お、フラグ？じゃあ一緒に。スーはやるよね。恐ろしい。なんだな、からかっちゃダメだよ。話したいことって何？新大陸の地図。僕じゃやめた。あんなやつら冒険者じゃねえや。俺観光やったらあかん。なんであんなやつ、このやつが
冒険者、教会の地で冒険者じゃない人に渡してはいけないことになってくる。私が仕事できなくなっちゃうし、聞いたことだけ。冒険者協会の会長と婚約してるの？あ、変なこと言ってたぜ。フィーナと婚約してるとかって。やめてよ。あんなのパコン勝手に言いふらしてるだけなんだから。いくらことも聞いてない。スネオ、スネオの、推しの強いスネオ。もう嫌になっちゃう。パコンに会いたくなかった。本当は街を案内してあげたかった。変なのよかったね。いいやつや。続け。俺たち一緒に、ボギーシャイが、伝説のエンジュールを探しにさ、メッシナ大陸の、サルト遺跡。さっきのね、メッシナ大陸って自分で私たちが行ったところですね、最初に。素敵ね、古代文明の遺跡が。リエーテって女の子が言ったの、アレントを目指すって。リエーテ。その精霊石、本当に。ジャスティンの夢だ。大発見。エンジュールの秘密。一緒に行こうぜ。でもやっぱりダメよ。許可のない冒険はしちゃいけないことになってるの。冒険者協会の規則で。規則で。なんだよ、フィーナ。さっきから規則規則って。冒険者が持ち上げない場所なんてこの世に世界にあんのかよって。プロとアマチュア一緒にしないで。きちんとルールを守って冒険する。それが私たちプロのやり方なの。教会は通報されるわって。冒険できなくなることが冒険者ってどんなに辛いことか。このパスは違う。パスがなきゃ冒険できない。教会が許さなきゃ目的地も選べない。そんなんで冒険者って言えんのかよ。風が吹く場所は誰にも決められない。それがそれを決められるのは風だけだろ。冒険者だってそうじゃないのかよ。なんで黙ってるのさ。教会のやつらとは違うんだろ。それは何この音楽音楽マジで流れてきた。フィーナちゃん迎えに来た。ヨヨヨー、うわ来た。ヨヨヨー、あの声は。待ってジャスティン、外の様子を見てくるから。フィーナの子来ましたよ。急転直下。さあここでセーブ。音楽がバトルなんですけど、完全に。フィーナどこだ。あれ帰ってちょうだい。今モーリーのとここには来ないって言ったでしょ。今夜こそ二人の求め合うハートと心が結ばれる夜なんだ。ヨヨーン、僕とフィーナちゃんは結婚して、フィーナちゃんと僕のパンツを二人で仲良く洗うんだ。ヨーン、半つぐらい一人で話せよ。私はあなたと結婚するのになんか結婚じゃない。そんなに照れなくてもいいよ。フィーナちゃんも本当は僕を大好きだって知ってるだよ。それにもし結婚してくれないなら、フィーナちゃんの冒険者パスは取り消しにしちゃうよ。そしたらもう冒険なんかできなくなるんだよ。これとは全然関係ないことでしょ。
最低やな。わかんないな、そのくらい。なんでお前が出てるの？お前、フィーナちゃんの何なんだ？何言ってそりゃ、やっぱ友達かな？そこは言えよ！私の、フィアンセ、婚約者、おい。フィーナ？適正な話じゃないですか。ここでもいるけど、ここも来ないでしょ。彼を愛してるのか。1年前彼にプロデュースされて。だからあなたとは結婚できないの。そうそうだ。俺様の女に手を出すな。黙っててごめんなさいね。誰か別の人に使って幸せになった。かわいそうな意見になっちゃう。この男に騙されているの。僕が助けてあげるよ。こういう時のために用心棒の先生を連れてきたんだ。チャン先生、カモーン。パチューパチュパチュジャスン。あれ？男にやられて、負けたんか！フィーナどうしたんだ？結婚式する。ねえ、ジャスティンどうしようかって。ぶっつぶす！決まってんだろ、普通。あ、この隙に最初のもんか。さあ、行くぜ、ぶっつぶせ、成田離婚だ。なんか別系のやつが来た。成田離婚。とはちょっとまた違うんですけど。成田離婚。さあ、行くぜ。さあ、どこであんだ。嘘、かっこ。かっこいい冒険者ばかりだったからな。どこでやってやがる。万歳、嬉しいな。パカの真似をしてるの。ぜひ幸せになってほしい。フィンにはなんだか嫌がってるみたいに見えたんだ。気のせいじゃないって。どこだ、どこなんだ。フィンには結婚する。私は実の予報にしよう。過去の子、あいつのフィーナ下がっていったんだ。どこに嫌がる。高級民家、違う、どこだ。シェリー様、そのまま白鳥座、アヒル卓鳥蝶がここになって、へぇここが違うだろ。どこだ、ここか。冒険者協会。フィーナってこと結婚してない。ああ、がっかり。あ、狙ってたの。冒険者協会の会長夫人じゃ、相手はロバだっていいでしょ。腹黒い。あ、いない。どこだ、協会。やめろ。止めろ。どこだ。そうだよ。どこだ。どこにいるんだ。わからねえ。どこでやるんだ。こっちか。
こっか。ピナーに招待状ないけど、裏の倉庫から忍び込んじゃう。あのね、倉庫に秘密の通路があるの。でも私とってもらわないの。よし行くぜ。表から行けないんでしょ。よしよしゃ、こっか。フィーナを助けろ。さあ行くぜ。かわしていく。ボス戦の前にね、消耗したくないからね。あ、いけなくね。あそこ回さなきゃいけないのか。消耗したくないのに。待って、親切設計だから大丈夫かな。キャンセルをかます。燃え尽きろ。よし、2人に当たった。これキャンセルなんじゃねえの。オッケー。ちょろい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 。回さなかったきゃダメでしたね。もう一回。いいな、助ける時間がないんだ。急げ急げ。あ、ダメでした。しかも冬を疲れ余計なダメージを。お前に回転アタック、それはちょっとさっきたい。あー食らっちゃう。キャンセル食らう。あーやべえ。ああ、うわあ、危ねえ。燃え尽きろ。危ねえ。防具面で非常に不安の残るパーティーでございますから。おお、2人に当たった。お、バンフレーム覚えたかな。おし、キャンセル、やったね。ちょろいちょろい。あぶね。やっぱ使っていくと魔法のレベルがあるわけです。使わないと逆に言うと覚えても全然上がんないからね。レベル2になったでしょ。そうすると多分素早さも上がっていくと思うんだよね。
今積極的に使ったわけですね。あ、これ必要なかった。こっちだよね。あ、こっちいいんだっけ。え、いや多分こっちだ。意外と広い。うつうせー、燃え尽きろ。さっきは剣振ってないからね。切るとちょっとね、ワンターンで終わらすの大変ですね。案外アイテム落ちてないこのゲーム。意外と。割と魔法が優秀でした。倒せるかな。いくぞ。はあ。いいね。ふふう。いや、もう止める。大丈夫。行くぜー。フィナー。こっちにアイテムじゃね？いや、ない。お金よりも大事なものがあるんだ。お？あんな小銭よりも大事なものがあるんだ。さあ、行こう行こう。さあ、チョンさんでしたっけ？チャンさん？チャンドンゴン。わからない。ブルースリー。いや、ブルースリーって感じじゃなかったな。バイソン。海外的に言うとバルログ。なぜ、海外のストリートファイターは、キャラクターの名前が違うのか、あれは不思議でならないんです。ここを登っていけと。よいしょ。ミッキー登らない。あれ？登れなくね？行くぜ！ぶっ潰せ！あれ？ジャスティン。やばい！もう始まってみてる。うーわー、なんじゃ、花子、そして花芽、フィーナー。なんじら、いかなる時も、苦しい時も、やめる時も、一生会う時を、会うし合うことを誓うか？誓うか？はいはいはい。誓っちゃうんだよーん。しかも、一応、レースかけ、羽織ってるんだ。よろしい。黙ってる場合は、結婚に同意したものとみなす。って。新婦、正気なのかよ。最後に、新郎と新婦によるキスを持って、発信的。結婚泣かしとなすキス。うん。僕の方からいいですからね。さあ、猿靴を外そうね。大丈夫だよ。まずは軽くちょっとね。ほら、体の力抜いて。くそ。今すぐ止めなきゃ。こっから蹴るは行きましょう。急ぎましょう。さあ、行くぜ。行くぞ！俺のフィーナから離れろ！
ぶっ殺すぞ。バフヒン、こんな結婚式なんかぶっ壊してる。結婚式は女の子の夢。スーが割と結婚式の邪魔はさせないよ。また来ますよ。チャンスですよ。カモン。来た。なんか別ゲーだ。チャンス先生を呼んであるんだよ。二度もやられる俺じゃないぜ。シャツ。さあ来ました。チャン先生って名前なんだ。踊ってるんですけど。やべえ、誰狙いだ。あー、これまずいな。間に合わない。スーパートルネードカーマン。スーパートルネード、あー、すごい。しかも追いつい、燃え尽きろ。キャンセル。癒しすぎるわ。三発攻撃かよ。トルネード回せ。ワンピースでいたような気がする。なんかオカマの、オカマの拳法使いとかいなかったでしたっけ。プリ、いけ。キャンセル入んなかった。勝て。スーパートルネードパンチ。スーパートルネードパンチ。うん。うんとか言ってんすけど。お前は何者だ。しかもスタンしてるからさ。まずい。ここはキャンセルをかめないと。よし、キャンセル。オッケー。やばい、トルネードまずい、この段階で。あー、食らっちゃった。見て、ちょっとやばいね。うお、レイしてる、ちゃんと。パコンと大違い。チャンス、さすが先生。ちょっと告白しとこう。これちょっと笑えない、笑えない。やべえ、防御しよう、防御、防御。防御しました。死ぬな。よし、意外と強い。人間だからと思って先生強い。あー、お菓子セット1個しかない。ここはスピンキック、ジャスティン狙い。やべえな。キャンセルして、技じゃなくて腰肉で
死んだ。ピンキー死んだ。やばいやばい。グエやばい。これはやばいパターン。スタンスするのがやばい。しかもアイテムがもうない。やれることがない。ああ強い。やられた。ジャスティンしっかりして。なんということでしょう。やられてしまった。ループ2つえ。このゲームね、結構難易度高いんですよ。がっつり。よかったセーブして。よかった。必ずセーブしましょうね。大事。いや強えわ。ちょっとアイテムが偏ってるから、これ偏りすぎだわ。だけどアイテムそんなんねえし。どうしよう。ちょっときついねこれね。もっと買っとけばよかった。この準備不足、完全な準備不足にやめない。しかもね、さあ行くしかない、行くしかない。お疲れ様です。明日火曜日です。さあ行くぜ。どうしようかね。地味に序盤でガンガンスキルを使っていって、とにかく減らすという方向で。先制でね。OK。オッケー、キャンセル。よし、いい感じ。スピンキックはさせん。よっしゃ、キャンセル。オッケー。といけ。キャンセル、キャンセル。これでキャンセルだ。オッケー、カウンター。あ、しかもキャンセルじゃなかったと。いって。ここは傷薬を早めな傷薬。もう超集中。キャンセル。あ、キャンセルされなかったと。ジャスティンをいじめるな。ちょっとこれやばい。ジャスティンを知るとマジ詰むから。
ここは応援頑張るもこっちを優先。よし、キャンセル。オーケー。ここでさらに V 字切りで詰ます。相打ちだ。オーケー、カウンター。やはりカウンターね、宮田ですよ、カウンター。よしよし。いやー、しんどかった。レベルアップ、強かった。なんでするんだよ、結婚式はめちゃめちゃだ、めちゃめちゃなんだよ。みんな無理やりさよりやって、その結果は冒険者協会の会長命令なんだ。それでもフィミヤちゃんパス返してくれるって。今許してあげるよ。さあ、フィナちゃん僕の胸に届くんだよよ。フィナ、こっち来るんだ。俺たち一緒に帰ろう。フィナ、もう二度と冒険できないもんね。この冒険やつはあなたに返すわ。もう私には必要ないの。冒険者の自由な風。どうして忘れていたんだろう。ずっと風や雲の子に雲のように生きようって私たちは冒険者の道を選んだのに。風が吹く場所は誰にも決められない。こんなパスなんかに冒険者の心は縛られたりしない。さよなら。私は風になる。私が冒険者は私が決める。さあ、くるくる回ってるんだけど。いいですね。なんだ？あれ？なんだよおめえは。タコさん一体どうしたんだよ。いやそれは。結婚なし、めでけけいんだよ、めでだけや。そうなのかよ。一体さ、すぐずぅ。どうしようか、フィナ。この前、私も真っ赤になってるし、ドット絵の方では真っ赤になってる。みんな人違いって分かってるでしょ。目白く。自分の絵だと思ってびっくりさせる。あの日このテントが完成した今までいろんなことがあったわ。いつなんだろう。嵐で出てたら、どうしようなって。
ちまったく迎えてくれた。病気にしたし、前の日怖いと思った。どうして？でもフィン、明日も早いんでしょ。羊の殲滅させちゃった。あれ、スー寝てんの超かわいいんだけど。スーの、ね、ドット絵が超かわいい。フィンがいない。スーの寝顔超激辛、これ可愛すぎるだろ。これやばいね。これここだけ別の、いつもモデルにしとこう。あとでスクリーンショットを撮ろう。あれはやば、あのドットはやばい。可愛すぎるだろ。いやードット移植にやるね。すごいよ。ここ5分やる。激川なんですけど、秘密に行こうよ。いいドットで、ドットですね。気持ちいい朝、おはよう。え、ああ、どこから吹いてくるか知ってるって。っていうか、風は何を見てる。そう、この気持ちを待ってくれない。いいですね。ところでどうだ、ムーレン、最後のかけらは見つかったのか。帝国軍です。残念ながら今だ。かけらが全て集まらなければイグドラシル計画最終段階に進めん。一刻も早く探し出すのだ。今ドムニ遺跡近くの樹海で一つの作戦を展開しているところです。うまくいけば新たな情報が。例の件か、確かに何かつかめるのかもしれぬな。良い結果を期待しておるぞ。さあ、帝国軍と会うことになるんですね。ラングル山脈を越える。ドム遺跡はその先の砂漠。というわけでですね、ちょうどいいところで霧がいい感じですね。ドタバタアリーの感じで、行ってみました。フィーナが仲間に加わり、本格的に加わり、こっから行くよという感じですね。次はドム、ドムピカです。次はドムピカに行きます。まあただね、来週に関してはバイオハザードを事前に告知、要は休みな、来週って月曜日3連休の日ですからね、できればなと思っておりまして、まあ、そこはちょっとね、
お疲れ様です。思ってるんで、よかったら、来週はやろうと思ってます。今週はちょっとね、告知が、ちょっと他のことやってて、いろいろできなくて、申し訳ない。まあ、そんな感じでして。なんでね、また来週、次はこれ、再来週かなぐらい。か、来週は火曜日のどっかに、みたいな感じになるんじゃないかなと。バーンのレベル1上げるとバーンフレームになるんですね。炎無知14と。ね。これあるんです、ちゃんと。V スラッシュ。全然次のスキルが出てこない。剣6のコンボなんて持ってないからね。コンボを育てなきゃいけないのか。ちょっと今斧やってるからね、V 字切りの次は覚えたいですからね。そうですね。スーちゃんコンボ全然やってねえや。まあ、だけど弓が10になったら次覚える。よしよしよし。そんな感じでございました。次はドムピカに行きます。で、明日なんですけれども、まあ、ちょっと考えていて、何個か候補あるので、まあ、トゥームレイダーか、それとも龍がごとくをなんかやろうかな、まあ、どっちかになるんじゃないかな。トゥームレイダー実況プレイに行こうかなとか思いつつも、まあ、もしくはスピンタイヤとか入れちゃおうかな、みたいな感じで、まあ、明日はランダムなんで、私の気分で決めるかな、みたいな感じでございます。本当にね、コールドブデューティーをやりたいんですけど、あれちょっと配信すると重くなっちゃうので、多分やらないと思います。ものすごい FPS が落ちちゃうので、あれは実況プレイかなという感じですね。そんな感じでやっていきます。水曜日はユーロトラックシミュレーター、魔の、恐ろしいユーロトラックシミュレーターがやってきますから、マイカーでのチャレンジで、初チャレンジが一体どうなるのか、私は、もしかして最終回になるんじゃないかと、シルビ運送会社倒産のお知らせ、みたいな。やばい、みたいな。帝国バンクから、みたいな。シルビ運送会社倒産しました、あの、お知らせがですね、行く可能性があることすら考えられる。そんな水曜日になるんじゃないかなと思っております。で、木曜日はマインクラフトという形でやっていきます。ちょっと怖いんですけども。まあ、その前に火曜日、またちょっとね、どうなるか。明日はまあまた、明日は明日の風が吹く。という感じでですね、また10時にですね、シルビーチャンネルでお会いしましょう。それでは今日は2時間最後まで見てくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。シルビーでした。